本日も自宅で簡単にできるセルフケアをお伝えしていきます。今日の動画では立ち上がるときに痛い、動き出すときに痛いといった方は必見の内容になっています。チャンネル登録もしていただくと栄養であったり体調改善のための情報っていうところもお出ししておりますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。前回はお尻でしたが、今日は内ももの筋肉の体操になってます。早速やっていきましょう。まず座った状態から足をぐっと開いていただいて、ここに膝の部分に手を置いていきます。ここからぐーっと肩を入れて押し広げてあげるような体操になってます。昔体育の体操とかでもよくやってたような体操になるかなと思います。これだけで OK です。深呼吸をぐーっとしていただいて、内もものここの筋肉を伸ばしてあげてください。ここの筋肉が硬くなってしまうと股関節の動きを制限してしまうことになりますので、股関節が動かなくなれば、代わりに腰が頑張りすぎて動きすぎてしまってるせいで痛みが起こってきてしまいます。この体操であれば今すぐ座ったままぐーっと伸ばすことでストレッチができていきます。簡単な体操になるかなと思いますので、ぜひ前回のこういったお尻の体操と合わせて2つやってあげてください。股関節の筋肉がまず柔らかくなれば、腰の痛みであったりとか膝の負担っていうところもなくなっていきますので、ぜひ試していただければと思います。本日の動画短いですが、明日は太ももの前の体操をお伝えしていきます。太ももの前が硬くなると起き上がるときに痛くなってしまったりとか、朝強い痛みを感じてしまったりという方が多いので、ぜひ明日の動画もお楽しみにしていただければと思います。本日の動画は以上になります。わからないこと、気になること、聞いておきたいことがもしありましたら LINE かもしくはお電話でご相談いただければ私が対応しますので、ぜひお気軽にご相談ください。本日の動画は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。